の中どんなに変わっても先生ちっともお変わりありませんね。え、忘れてしまったんですか。神原又次郎ですよ。親父が農協を務めてた神原又次郎であります。先生に会うと背筋が伸びる、わんぱく小僧で迷惑かけました。立たされた時、叱られた時、恨みもしたけど、先生と男同士で酒組み合える。旅行で枕ぶつけ合い、げんこつもらった痛みが懐かしい。今ではみんな一人前の顔しているけど、今日はあの頃のいたずら坊主がお酌をします。卒業式の日、先生が見せた初めての涙、今でも忘れない。辛さに出会い、悲しみもある人生だけれど、教えてもらった男の生き様通して今